366日、メグ村紹介。皆さん、こんにちは。通りすがりのメグっ子、リズです。366日、メグ村紹介。今日は、1月23日です。今日のメグ村は、プラマイプラス、です。プラマイプラスは、東京ブギーナイトの900回突破記念公開録音に合わせて、記念グッズとして制作されたアルバム、萌えファイヤーに収録されている曲です。萌えファイヤーは、萌えをテーマにしたアルバムで、今まで林原さんが歌った曲の中で、萌えソングに分類できる曲と、このアルバムのために作られた新曲が収録されまして、その新曲こそ、この、プラマイプラス、です。作詞も林原さん自身がしており、全力で萌えと向き合えていることがわかり、今までのメグソンとは全く違う、貴重な一曲と言えるでしょう。この曲を選んだ理由は、今日の誕生歌の一つに、アッツ桜、というのがあり、花言葉の中に、燃える心、というのがあるからです。これはもう、この曲しかありませんよね。というわけで、また明日、お会いいたしましょう。通りすがりのめぐっこ、リズでした。次回も絶対、See you again。おやすみ、バイバイ。